はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は私の眉毛の描き方を紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで眉毛は今描いてない状態になりました。今回は私が普段やっているやり方と眉描くのに難しいっていう方のためにわかりやすい簡単な眉毛の描き方も紹介しようと思うので、まずこっちのね右半分をいつも通り描いていって、その後に左の眉毛で簡単に眉毛を綺麗に描ける方法を紹介します。でまずこっちの右の眉毛で私が描いてる普段通りに一回描いてみます。まず使うのが NYX のプレシジョンブローペンシル PBP06 番です。このペンシルを使ってまず眉毛をかたどっていきます。私はちょっと眉山まで右上がりになって最後にカクンと落ちる眉毛が好きなので、それを意識しながら描いていきます。これに関しては練習だと思うんですけど、このね私の今ある眉毛の形に沿いながらちょっと描いていきます。こんな感じでなるべくこの型取りする線は薄めに描いていきます。まずね下のラインをこんな感じで決めて、この目尻の下げる角度なんですけど、自分の目の角度と同じ角度を意識しながら描いていくと左右対称に綺麗に描けると思うので、それをね意識しながら描いていきます。はい、こんな感じで下のラインが決まったので、まあ、それに沿いながら上のラインも描いていきます。はい、というわけでこんな感じでかたどれました。かたどる時のポイントなんですけど、自分の好きな形でいいと思うんですけど、私が眉毛を描く時に意識していることは、小鼻をね軸に眉頭、眉山、眉尻となるように描いています。小鼻と目頭を結んだところを始まりとして、次に小鼻と黒目の外側を一直線に結んだところに眉山が来るようにして、最後は小鼻と、ね、目尻を結んだところの延長に眉尻を持っていくような感じのイメージで描いています。はい、というわけでこんな感じで、まずこのペンシルで眉毛のね形をかたどれたので、続いてこちらのサナエクセルスタイリングパウダーアイブロウ SE02 番を使っていきます。まずこのアイブロウの一番上の色を取って、これを眉尻を中心に中を埋めていきます。はい、こんな感じで眉尻が埋まりました。次にこの上から2番目の色味を取って眉毛の中心をまず埋めていきます。はい、こんな感じで埋めれたら、筆についてる残りのパウダーを使って眉頭を埋めていきます。こうすることで自然とねグラデーションができると思うので、より自然な綺麗な眉毛に仕上がると思います。はい、こんな感じで完成しました。これが私がいつもやっている眉毛の描き方です。で眉頭は私は丸っこい眉頭よりかは四角っぽい感じの眉頭が好きなので、なるべく丸くならないようにしています。はい、というわけで今片方ね自分がいつもやっている眉毛の描き方で描けたので、続いてこれをもうちょっと簡単にできる方法を紹介します。使うコスメと工程は全く一緒なんですけど、このかたどる時にもう少し簡単にできる方法を紹介します。結構いろんな YouTuber さんも紹介しているので、わかる方も多いと思うんですけど、さっきね私が眉毛を描くときに意識したっていうこのね小鼻を軸としたこの3点を先にこのねペンシルのアイブロウで点をつけていきます。例えば眉頭だったら、この小鼻と目頭をね実際に結んでみて、ちょうど眉毛に交わるところに点をねポツンと印をつけていきます。こんな感じで、でも自分がわかる程度でいいのでつけていきたいと思います。そしたら次に小鼻と黒目の外側を結んだところに眉山を持ってきたいので、ここに点をちょんと描いていきます。で最後眉尻は小鼻と目尻をね結んだところ、ここにね眉尻を持っていきたいので、ここに点をちょんと描きます。ちょっとね分かりづらいかなと思うんですけど、こんな感じで描けました。そしたらこれをさっきみたいにかたどるんですけど、このね点を結ぶだけでかたどれるので、ここがより簡単なポイントかなと思います。では実際にこの点をね結んでいきたいと思います。
い、こんな感じで実際に手を結んで眉毛をかたどれたので、さっきと同様このねアイブロウパウダーを使って眉毛を埋めていきたいと思います。はい、というわけでね、こんな感じで両眉完成してやっと顔も仕上がったかなと思います。最近私眉毛の描き方と眉毛の形をねちょっと変えたんですけど、それにねみんなが気づいてくれて、眉毛の描き方 YouTube で紹介してっていうコメントが結構来ていたんですけど、なかなか上げれなくてやっと上げることができました。本当にお待たせしてすいません。私の眉毛はこんな感じでいつも描いています。ちょっと分かりづらいところもあったかなと思うんですけど、よかったら参考にしてみてください。この眉毛の形がみんなに合った、自分に合った眉毛の形とは限らないので、これを参考にしながらちょっと自分の顔と相談して自分の顔に合う眉毛をぜひ見つけてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。